通信司令官に移植します。よろしくお願いします。お願いします。佐世保出身の岩永哲也さん、モデルや俳優としてだけでなく薬剤師の資格を持ち多方面に活躍しています。去年およそ7万6千件の通報を受けた長崎県警、このうち2割以上の1万8000件がいたずらや間違い電話でした。岩永さんは通信指令室で110番通報の受理と指令を体験、薬剤師として医療現場で働いたことのある立場として感想を語りました。パトカーや救急車が来た時にすぐこう道を開けて仕事をしやすくしてあげる環境を作るのが大事だなと思いました。岩永さんはこの後街頭キャンペーンにも参加し、事件事故への迅速な対応のため正しい110番利用を呼びかけました。